バイト見つければ。母さん、ここでバイトさせてください。うん、いや自分もバイトなんすよ。バイト？ぴったりなのがすぐ見つかって、マイナビバイトで。またマイナビバイト。バイト探しに近道を。マイナビバイト。番組をご覧の皆さん、おはようございます。吉沢亮です。ロバートの秋山隆二です。今回マイナビバイトの新 CM に出演させていただきました。ぜひご覧ください。地方のね CM 風に。ご覧ください。ご覧ください。まあ、前回以上にめちゃくちゃ叫んで、もうだいぶ喉がガラガラなんですけど、でも本当にこうやってロバートの秋山さんが来てくださったりとか、もうよりこうパワーアップしてる感じがあって、さっき2人で一緒にやってる時も、もう笑っちゃって、普通に普通に笑ってしまうっていう、あの笑ってるなって時あるんですよね。そうなんですよ。いや、もうより面白いものになってるだろうなという気がしますね。いや嬉しいですね。うん、楽しかったです。この中でなんか歴史村みたいになっちゃってて、どこ行ってもなんか歴史の建物みたいなのがあるから、うん、合間に一人でうろついたりして、途中なんか怖くなって戻ってきちゃってな、結構奥の方まで行くと怖くなる時に、ね、確かに、え、なんか大丈夫かな、人いなくなりますからね、だんだん戻ってきたりするような繰り返しをずっと過ごしてましたね、うん、いやでもやっぱり僕はまあ、もちろん昔から知ってますし、もうすごいいろんなネタとか、まあ、それこそロバートさんのネタもすごい好きで、いつも見させてもらってるんで、ロバートさんの大ファンですってこう秋山さんにまだ言えてなかったんで、いやちょっと嬉しいね、嬉しいですね、それは。ありがとうございます。それはかなり嬉しいね。ありがとうね。ちょっと節乗せたくなっちゃうね。右手の皮膚だけ感覚ないぜ。うん、だって寒いもん。やっぱり楽しかった、本当に。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。さっきあそこで一緒に炭を囲みながら、うん、温まった時もなんかね、あの数分間よかった。よかったですね。印象に残ってるシーン、いやでもやっぱりこう秋山さんが刀をこう、今回ね刀鍛冶っていうかね、はい、鍛冶でやってる時のフンっていう声が、もう本当にその道の人だなっていう感じがあって、なってました、めちゃくちゃなってましたね。結構気合を入れたんで、後ろにずっといらっしゃるから正面でこう顔芸みたいなんであんまできないから、後ろで感じ取ってほしくてやったんだよ、うん、っていうのをっていうのをやってたんですよ。いや、いやもうめちゃくちゃ感じましたね。やっぱそっからのギャップがやっぱ面白いなっていう、軽やかになる感じがすごいなっていう。いや、やっぱりね、追いかけるとこめちゃくちゃ、はい、足が速いの多分次本気で逃げられるから、そこそこな感覚で追いかけるシーンがあったんですよ。で、感覚が空けすぎるとちょっとダメだって言われたので、ちょうどいい距離で追いかけるんですけど、僕はまあ足が遅いしすぐこけちゃうからちょっと気にしてたんですけど、もうそんなことも気にせずマジですげえスピードで行ったから、うん、ちょっともうちょっとゆっくり行ってくれよと思いましたけどすげえ速いスピードで行ったんですよ。いや、もうすぐ後ろからすげえ不気味な笑い声が聞こえてくるから、なんかもう笑っちゃうんですよね、もう。いやいや、もうマジでガチで逃げなきゃっていう。ガチで逃げたからすげえ速いのよ、なんか。そうそうそう。もうちょっと追っかけたかったんですけどね。相手にならなかったな。アルバイトやってましたよ。カラオケもやってたし、養成所のお金貯めるためにカラオケやってましたし、あとは、思い出深いのはこのダクト清掃というか、そのビルの掃除の煙突あるじゃないですか、うん、あれ入ってましたね。そう、あれ地図になってて、まずこうめちゃくちゃ入り組んでるんで、その地図を見せられて迷路みたいになってるところを開けて、そこから入っていって、相方の馬場と一緒に反対側から入っていって、どっかで鉢合うんですけど、なんか途中で鉢合った時になんか変なつぼに鉢合う幼なじみですぐ笑うんですよ、あいつと。ケラケラ笑って出口がないじゃないですか。なんかこう酸素なくなっちゃってマジで息苦しくなって、ほんと壺に入ってでガンガンガンと叩いて、その下から助け呼んで開口開けてもらいましたけどね。はあ、早くバイト見つければ。母さん、ここでバイトさせてください。
いや自分もバイトなんすよ。バイト？ぴったりなのがすぐ見つかってマイナビバイトで。またマイナビバイト？バイト探しに近道を。マイナビバイト。